行くぞ。これでもう。おめえの相手は俺だ。神に指図するな人間。はっ。ほっ。恨みっこなしだ。知れ。私は一人ではない。手助けが必要か。さて。開けるか。見ろ前菜、怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。神の怒りの強さいかほどのものなのか、その身に刻み込め。強敵との戦いが私たちをさらなる高みへと運んでくれる。あれぞ神の技、万物を裁く力の証明。待て、人間どもよ。我々の輝きにひれ伏すのだ。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。共に正義を。創世の始まりだ。我が姿は正、我が姿は世界。あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスロー。トランクス、ブルマ隊長。はい、二人ともご無事ですか。海王神様、なんとか大丈夫だ。奴は合体したことで不死身と最強二つの力を得ています。どうやって倒すと。知らん。だが俺はあいつを絶対に許さんということだ。ベジータの言う通りだ。あいつを倒さなきゃ俺らの気持ちすまねえんだ。神の手で殺されるなど光栄なことだな。まだあの開けるか。我らの正義が宇宙を満たす。今日、この日、この時より宇宙に新章が始まる。その歴史に刻む名はザマス。永遠の正義を歌うものだ。これが神の怒りだ。俺の力よ、この世界の人間の盾になる。みんなの願いをこの一撃に込める。ギャリックホートランクス、力を出し切れ。
な人間どもめ、消えろ！ゾマサ、おめえの光全部消してやる！悪しき者を貫け、聖なる激凛！神に逆らう知れ者が！やつの体の半分はブラック、不死身じゃない体が不死身の体に影響を与えているというのか。ベジータ、力貸してくれ。ポタラだよ、オラたちも合体すんだ。な、ふざけるな。貴様と合体など二度とごめんだ。オラたち二人が合体して力合わせるくれでねえと、あいつをぶっ倒すことはできねえ。おめえだって分かってんだろ。悟空さん、これを。サンキュー。ほらよ、ベジータ。そういや、メイに合体したときは二度と戻れねえって言われたけど、戻れたな。なんでだ？ポタラでの合体効果は海王神でない者同士では1時間しか持たないそうなんです。ちゅうことは1時間の勝負だな、ベジータ。黙れ！それ以上何か喋ったらやってやるぞ。1時間耐えてやる。